食べたいと思います。お疲れ様です。12時半パテモソ協会でございます。というわけで本日は女神のこんな混ぜそば、台湾混ぜそば売ってました。汁なし台湾混ぜそば、新生麺風三層極太製法、はい、トッピングに卵黄とかありますけどないんで他のもんは入れましたから、ピーマンみたいなものは入れてへんかな。モヘア生麺もっちり食感だそうです。これ買ってたんですけどなかなかね食べる機会なくて、本当はご飯もやりたかったんですけど今日朝早起きはできませんでしたんで、いろいろ諸事情がございましてね、はい、ご飯炊けませんでした。というわけでこんな感じになっております。食べよう。まあ、混ぜそばなんでね、混ぜた方がいいでしょ。もちろんひき肉は、味付けはラー油に、じゃあラードにネギ、白ネギと、ひき肉合いびきを炒めまして、そこに塩コショウ、醤油、酒、豆板醤、そして生姜を入れました。はい、まあ大体そうしときゃ美味しいです。珍しく甜麺醤は入れておりません。あとは、もやしは、麺の茹で上がり2分前に一袋投入させていただきましたので、ご飯がない分は喉がなんか入ってるわ、もやしで、はい、補っております。野菜不足パテモソ協会、野菜もこういうところで食べとかないと。であとはネギと海苔とごまと、そしてそんなもん、ですね。はい、いや美味しそう、美味しそうですね。いただきます。まあ十分でしょう。昼飯としてこんだけ食えば、2人前なんで。あ、美味しい。うん。美味しいですね。思ったより味は濃くない。うん。台湾混ぜそばといえば、ね、行ったことないんですけど、名古屋の花火っていうところが有名だそうですけど、まあ、それと比べるとどうかって言ったって、カップ麺のやつしか食べたことないと思うんで、私はね、今度行って確かめていきたいと思います。いつ行くか分かりませんけど、昨夜は私いろいろとありまして、寝る時間が寝た時間が3時回ってました。で起きた時間が8時、まあ今週もちょっとっていうかね、足のね、やっぱねかかとの調子がよろしくなく、今ねこうかかとのサポーターも昨日買って届いて、まあこれ割に調子いいんですけど、ちょっと足 の治療というか足の、ね、回復を待ってからウォーキング行こう、一日歩いたんですよ実は月曜日。でもやっぱり痛かったし、やっぱね朝とか痛いんで、ちょっとまあその療養も兼ねてウォーキングはちょっと今休んでるんですけど、それもあって、まあ半日過ぎに寝て8時前寝てたからまあ、ぼちぼち寝てますけど、昨日は仕事終わりに久々にね晩酌動画もちょっと撮っていこうかなと思ったりもしてるのはあるんですけど、晩酌動画撮り、ちょっとだけ配信してないですけどゲームをして、で10時前ぐらいから極悪城を見始めました。ピテモンクラブは、まあ、ペーターと見てる手前上あと1話ですけど、今度ペーター来た時に一緒に見た方がいいと思うんで見てないんで、
気になってた極悪上場ペーターは一話目で無理だった言ってたけど、私基本的には人がいいと思ったからいいって思うタイプでもないし、人が面白くなかったと言っても面白いと思うこともあるタイプ、まあ当たり前ですけどね、人それぞれなんで。俺は気になってたから、まけにその女子プロとかの時代もある程度知ってるんで、うん、プロレスファンやったかっていうとそうでもないけど、でもやっぱ鮮烈なビジュアルとヒール感、当時のダンプ松本ってねすごかったから、やっぱね、その言ったら昭和の民からすると、全裸監督とかさ、そういう昭和集漂うあのドラマって気になるわけですよ。うん、村上純とか久々に見たな。斎藤工はやっぱり一番うまいね、あの人ね。うん、でまあダンプ松本がのデビュー前から、まあ言うたら幼少期からデビューして、その後までの、その後っていうかね、うん、その駆け抜けた時代の話の実在の人物をもとにしたフィクションなんですよ。もちろん当たり前だけど、ドラマなんてね 100% そんなもんね、ドキュメンタリーであったりだったらほんまかどうかなんて多少脚色されてますからさ。うん、結果全5話で全部見てもうたから3時過ぎました。面白かった、俺はめちゃくちゃ面白かった。いや、そういうもんやねって。うん、うん、もうね、プライベートでまでヒール役をしないといけないというか、そのもともとは言ったら同期なんですけど、敵対するチームとね、ライバルと、でもやっぱり市場が入るとヒール役ってできないとかね、うさくそくなるし、観客はなんかね、ヒール役っていうのは編集をビビらすというよりか観客をに恐れられるっていうことが大事らしくて、うん、これはねやっぱ見てたらすごいよあれほんまこんなことやってたんだよレベル、うん、でも血だらけやったイメージはあるんだよね。うん、徹底してたよなって感じはね、うん、そういう役割にね、ユリアン・レトリバーが最初はめちゃくちゃいい子で気の弱いおとなしいぽっちゃりした子なんですけど、それがあることをきっかけにダンプ松本に変わるわけですよ、どっかで。それはもうプライベートも変わるという。いや、あの芝居すごいと思ったけど俺、ユリアンすごいやんと思って、うん、入り込んでんなっていう感じですね。うん、なかなかバイオレンスな内容でもあり、大人の事情とかビジネスの闇とか、まあ、これテレビ放送とかっていうものね、そういうあんまよろしくない分とかもいろいろ出てきたりとか、プロレスっていう分のね、格闘技なのかショーなのかという
その狭間みたいな位置で、かたやでもその当時のちっちゃい頃はほとんどの人はもしかしたらそれはガチンコやと思って見てたりとか、でも実際やってるやつらも実はガチやったりとか、なんかそういうね、いろいろな、なんかプロレスってどうせパフォーマンスだろうと、今で結構女子プロも人気やからさ、海外とかでもねなんかパフォーマンスとして見れるけど、あの当時ってそうでもなかったよなと、アイドル化されてたりとかさ、うん、まあ、あれしもアイドルガーとかそういうのに憧れてやっぱ入ってきてたりするからさ、そっから悪者になる葛藤とかさ、先輩後輩とか、なかなか俺は生々しく描かれたね、ただのゴアですよ。イテヨンクラブにしても、冬のソナタにしても16話もあったけど、夕方から見始めた日、その日が変わるうちに終わる可能性もある、うん、まあ合う合わないあると思いますけど、私はね非常に面白かった、うん、うん、やっぱ韓国ドラマとは違うんだよな。韓国ドラマは韓国ドラマでいいんやけど、やっぱこの人間の汚い分とか、なんかそういう心理的な描写を生々しく描く、やっぱ普段からね、日本人っていうのは悶々しながら自分の腹に収めてダークな分とか、そういうもんね、あんまし表に出さず自分を押し殺して生きてる人間やったから、人が多いから、そういうものを解放した内容を書くときに、そういう人間臭い闇の部分とかもね、あんだけ書けるかなっていう。でも複雑な葛藤がね、ほんとね面白かったんで、まあ、6時間ぐらいで終わると思うんですよ、多分ね。6時間ぐらいかな、全部見て5本で。私は見た方がいいと思う。俺は面白かったし、興味ある人は見た方がいいと思いますのでね、極悪帳、ダンプ松本の自伝的な、ドラマ、ネットフリックスだけですけどね、よかったら見てみてはいかがでしょうか。というわけで、パテモソ教科、本日は、女神の、なんか最近ドラマレビューみたいな、レビュー、飯のレビュー全然美味しい、美味しかったよ、うん、買ってみていいと思う。ただ、ひき肉とか絶対入れた方がいいしよ、このまま食べるより。うん、はい、女神の台湾まぜそば2枚をいただいて、極悪の女王で、ちょっと今日寝不足になりそうで大変でしたということでした。というわけで、今日も暑いですね。ごちそうさまでした。皆さんはね、今日と明日頑張って良い週末をお迎えくださいませ。私はこの後もちょっと頑張って仕事したいと思います。というわけで、ほな。